令和7年度4月入園、入園申請時の必要な書類について令和7年度4月入園を希望されている方を対象に申請に必要な書類についてご案内します手引きの表紙中段に記載されている申請に必要な書類をご覧ください丸1入園申請確認表と 丸 ② 入園申請書丸 ③ の子どもの状況表は、新規申請・転園申請・区分変更すべてのお子様分の提出が必要な書類になります。まずは、丸 ① 入園申請確認表について説明いたします。手引きの47ページをご覧ください。用意ができた書類からチェックマークを付けていき、 不足なく準備できたかを確認していただくためのチェックシートになります。それでは、手引き47ページの確認表を切り離し、左側を見てみましょう。順に上から確認します。お手元に鉛筆がある方は、該当する項目に丸印をつけていくと、後から書類を準備するときに分かりやすいかもしれないですね。の 令和7年度教育・保育給付認定兼入園申請書は、手引きの49ページから52ページの用紙になります。書き方の見本が10ページから14ページに記載されています。記入は、油性ボールペンで書かれているか、日付や署名などが抜けていないか、修正ペンや修正テープを使っていないか、ご確認ください。 代表保護者氏名については、丸 ④ のマイナンバー書類にも関わってきますので、注意して記載しましょう。米印に、兄弟・姉妹がすでに認可保育施設に在籍している場合、同一の代表保護者としてくださいと記載がありますが、代表保護者がどなたか迷われる場合は、在園している施設に確認してみましょう。 希望説欄について、説明書や申請番号は手引き37ページから一覧がありますので、正しい説明書とその左端の欄3桁の申請番号を忘れずにご記入ください。申請書の最後のページは、入園、かっこ定保・園申請にあたっての確認事項と承諾・署名になります。 すべての項目をお読みになり、チェックボックスに漏れなくチェックマークを入れ、最後に必ず署名をしてください。次に丸三の子どもの状況表です。手引きの五十三ページから五十四ページの用紙になります。入園の内定が決まってから実際の園生活が始まるまでの間、施設がお子様をお預かりする準備に。 使わせていただく用紙です記載の内容が利用調整に影響を与えるものではありません項目外でもお子様の健康状態に気がかりなことがあれば余白に追記も可能ですお子様が安全に円生活を送れるよう情報提供のご協力をお願いします丸四については鎮静区分によって提出種類が異なります 申請対象者 A、新規申請の方は、55ページのマイナンバー記載用紙の記入と、代表保護者の番号及び本人確認資料が必要です。ここでの代表保護者とは、丸2の申請用紙の代表保護者と同じになります。57ページの記入例をもとに記入と準備をしましょう。転園、区分変更の方は、 すでに新潟市に提出済みの書類ですので、今回の申請では必要ありません。申請対象者 B 転園申請を希望するお子様は、59ページの転園届を提出します。裏面に記入例があります。また、用紙に記載されている転園届提出時の注意事項を必ずお読みください。 申請対象者 C、現在通っている認定こども園で、1号認定から2号認定への区分変更を希望するお子様は、61ページの同一認定こども園における認定区分変更届を提出します。裏面に記入例があります。また、用紙に記載されている提出時の注意事項を必ずお読みください。丸4の書類については、 お子様1人に対し、新規申請ならマイナンバー関係書類、転園申請なら転園届、認定区分変更なら認定区分変更届のいずれかの書類を用意しましょう。⑤ 保育必要自由確認書類は、保護者の人数分必要になります。 まずは、手引きの5ページを開き、令和7年4月にどの保育自由が該当するのかを確認します。保育の必要自由は、保護者1人に対して1つとなります。重複することはありません。複数の自由があり、どれを選べばよいのかは、利用調整指数表を参考にしてください。 4月に育児休業から復帰する方は、特に間違いやすいのでご注意ください。就労と育児休業、両方の保育必要自由を選択する必要はありません。就労のみをお選びください。保育必要自由を選択したら、16ページから17ページに掲載されている確認書類一覧と照らし合わせて準備を進めましょう。 就労証明書や医療機関診断書については、一番下に保護者記入欄がありますので、記入を忘れないようお願いいたします。他の保育必要事由確認書類についても、それぞれの書類の裏に記載例がありますので、確認しながら記入をしてください。ここまでが確認表の左側になります。 次は右側の対象の方のみ提出が必要な書類です。こちらは世帯の状況に応じて提出が必要な書類です。利用調整の調整指数に関係があるのでしっかり確認しましょう。手引きの18ページ、19ページを開きます。質問1から9までを上から順に回答していきます。回答がはいになるものは追加の書類が必要になります。 A、兄弟同時申し込み、カッコ、8、その他、希望調査票。C、0 1、外国居住機関収入状況申立書。J、ひとり親世帯に関する申立書は、手引きに掲載されている様式です。それ以外は、ご自身で取り寄せてください。それぞれの書類の詳細については、20ページ。 21ページに記載がありますので、ご確認ください入園申請確認表をもとに、提出書類一式が整いましたら、最後にチェックマークの漏れがないか、右上の申請児童名と第一希望説明の記入があるかを確認し、完成となります。確認が終わり、必要な書類がすべて揃ったら、提出用封筒に入れます。 提出用封筒は、手引きに挟んでである茶色い封筒です。窓口や提出先でのチェックは行えませんので、ご自身で封をした上で提出をしてください。最後に、育児休業からの復帰予定者の方が利用調整の結果、未決定となった場合の育児休業給付金支給対象期間延長手続きに必要となる書類について説明します。 厚生労働省のホームページで確認すると、令和7年4月以降の延長手続きでは、育児休業給付金支給対象期間延長自由認定申告書、市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申請書の写し、市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知が必要とされています。 育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申請書は職場から受け取るかもしくはご自身で厚生労働省のホームページからダウンロードしていただく必要があります市区町村に保育所等の利用申し込みを行った時の申請書の写しは4月入園の場合令和7年度教育保育認定権入園申請書括弧） 2号、3号、認定児童用となりますので提出の前にご自身で写しを用意しましょう各申請書の提出後は新潟市から写しをお渡しすることはできませんのでご注意ください提出用封筒に確認用のチェックボックスがありますので提出用封筒の確認事項も目を通しておくと安心ですね市区町村が発行する 保育所等の利用ができない旨の通知は、新潟市ですと、利用調整結果通知書、かっこ未決定通知のことを指します。こちらは、入園の申請をした結果、入所希望月の内定が決まらなかったお子様に対して発行される書類になります。給付金支給期間延長にあたり、何月入園の未決定通知が必要となるかは、お子様の誕生月によりますので、 必ず就労先にご確認ください。また、未決定通知は入園の申し込みがなかった方に対して発行することはできません。入園の申し込みは申請期間以外受付不可となります。4月入園、年度途中入園、それぞれの申請期間をご確認いただき、確実に間に合うように提出しましょう。 育児休業給付金支給期間延長は、お勤めしている就労先に申請する必要がありますので、あらかじめ就労先にご相談した上で手続きをしてください。なお、育児休業給付金の管轄は、ハローワーク、または共済組合になります。ご質問や詳細な案内を受けたい場合、まずはご自身のお勤め先に直接お問い合わせください。 以上となります。令和7年度4月入園申請に関して不明な点があれば手引きの裏表紙の問い合わせ先にお電話でご相談ください。